それでは中学校第1学年数学科授業動画第1回目を始めますまずはじめにこの動画に表示される記号について説明していきます黄色のカッコは授業動画で学ぶ内容です白い四角は 説明が書いてあります例については、問題を解くためのヒントです練習は練習問題で、説明したことや例をもとに自分で解く問題です問題については、練習問題と類似した内容の問題が示してあります この黄色い四角の考える時間と書いてあるものが出てきた場合には動画を一旦停止して問題を解き回答を確認するときにまた再生してくださいその後回答が表示されますそれでは早速始めていきましょう 0より小さい数の表し方について学んでいきます0より5小さい数をこのように表しますこの読み方はマイナス -5 です例として 0度より4度低い温度は、このようにマイナス4度と表します。それでは練習です。0度より7度低い温度は、どのようにして表すのでしょうか。この記号を使って表していきましょう。答えは、 このようにマイナス7度と表しますそれでは問題です下に示す温度をこのマイナスの記号をつけて表していきましょうカッコ1番0度より8度低い温度 2番、0度より0.9度低い温度3番、0度より12.5度低い温度それでは早速考えてみましょう1番の答えはマイナス8度 2番の答えはマイナス0.9度3番の答えはマイナス12.5度このように0より小さい数の表す場合にはこのマイナスという記号を使って表しますそれでは まとめです。0より小さい数を表す場合には、マイナスの記号を用いて、マイナス5のように、数字の前に、マイナスの記号をつけます。この時、マイナス5のこの記号は、マイナスと言います。 以上で中学校第1学年数学科授業動画第1回目を終わります。次回の第2回目は第1回目の復習から始まります。